と、たる11月21日は公式が認めた記念の祭典、EV の日でございます。EV の EV による EV のためだけの特別な一日。この日に合わせて様々な方面でイベントが開催されています。SV では最強 EV レイドに EV 大量発生。ポケマスではボタン実装からの EV キャラ2連発。ポケモンスリープは EV リーク。記念日にうといこのチャンネルですら、仲間大会を開くと言い出す。珍しすぎて明日はリープの石が降ること間違いなし。リープや入る。そんな日を間近に控えた今日投稿されたこの動画。きっと EV をめであがめ立て祭る内容に違いない。さあ、SV の対戦環境をもふもふに沈めてやろうぜ。残念。早くブラッキー動画です。やだー。ということで皆さん、オアブイブラチャオ。本日主役のブラッキーと、実況役だけど、納得がいっていない EV です。もうすぐ EV の日だってのに、なぜ脇役扱いなのか。開始1分までなら、動画を乗っ取ることもできるというルールがエボルチャンネルにはありまして。なんだよその謎ルール。安心しろ。EV の主役動画は、来週たっぷりお届けする予定だ。さっきちらっと言った通り、EV の日当日には仲間大会も予定してるからな。その様子を動画にする予定だ。それまでおとなしく待ってるんだな。やったー。ありがとうブラッキー、大好き。お礼にドレインキスしてあげる。お前は覚えないだろうが。さてそんなことより、いい加減実況始めるぞ。初手の対面はシャワーズ帯同だったが、虚勢を考えると不利対面なので、即交代している。早速俺様の活躍どころだな。今回の主役は、外役ブラッキーとのことだったけど、具体的にはどんな方なの？どんな方、と聞かれると、黒い眼差しを使った方だな。またお前か。いい加減このチャンネル、黒い眼差しで遊びすぎじゃないですかね。もうこの技で動画作るの、何本目だと思ってるのさ。4本目だな。即答すんな。動画も溜まってきたことだし、うぶ虫に頼んで、外役ブラッキー総集編でも作ってもらうとするか。人の記念日企画にくだらない総集編出すのやめてもらえます？そんなこすりにこすっている、黒い眼差し型なんだが、今回はこれまでとはまた違った、新しいタイプの型になる。それを可能にするのが、DLC で追加された新技。恨みだ。恨み。確か相手が最後に使った技の、PP を減らす技だったね。ということはまさか。そう、そのまさか。今回のコンセプトは、黒い眼差しで交代を封じた相手の PP を枯らし、悪あがきさせるというものだぜ。本当に性格悪いよね。そりゃタイプですから。ということで早速、胴に黒い眼差しを入れていった。これで一生俺からは逃げられない。貴様の死に様をしかとに届けてやるとするぜ。セリフが悪役すぎるんよ。いや、今のセリフは捉えようによっては、プロポーズとも考えられるのでは？天才か？ただのキモータだぞ。さて、交代岩にもらっていたアクリは、持っていたカゴのみで回避。そしてさっきのターンに自信を使ってきたから、早速恨みで PP を削ってやるぜ。耐久系のポケモンは、攻撃技一つだけなんてことも珍しくない。お相手の銅も自信一つだとしたら、その PP を削られるのは苦しいだろうね。PP が比較的多い補助技については、挑発で完全に封じることができる。PP 入れの運命から逃れることはできないぜ。しかもここで、相手がステルスロックを持っていることが判明。ここまで見えた技は、自信、アクリ、ステルスロック。もう一つの技は、マジ個再生だろう。そう考えるとさっき言った通り、攻撃技一つの型のようだな。ならば自身だけ PP を枯らして、挑発を入れさえすれば、確実に悪あがきさせることができるぜ。そんな恐ろしいことをなぜその笑顔で言えるのか。お相手の勝ち筋は唯一、自身で俺の体力を削り切ることだが、急所であろうとこのダメージ、残念ながら倒すことはできないぜ。回復技ももちろん覚えてるからね。月の光でも願い事でもなく、眠るを採用してるのか。これは毒毒とかの、状態異常対策だな。俺より素早さが高い相手だと、挑発を入れる前に状態異常にされる可能性が高い。その対策として眠るを採用している。無駄に周到だな。外役だからといって、戦術で妥協するのは二流。あらゆる可能性を考え、どんな状況でも外役を突き通す戦術を組むのが一流。将来環境トップに進化するのは二流。ラブトン全部持ってって。どま。といった感じで、先発の銅をはめてからしばらくカット。挑発を使ったくらいから、お相手の強行が目立って、残り時間がめちゃくちゃ減ってるんだよな。お相手の体調が悪かったりするのか？こんな意味わからない方にはめられたから、泣いて放置しちゃってるんでしょ。泣いて取り生えちゃったのか。まあしかし、これもポケモン界で許された戦術の一つ。こっちは何もルール違反なことはしてないからな。おとなしく悪あがきでもしてもらうとするぜ。自身の PP 切れちゃったか。まあやり方はともかく、これで銅の突破は確定したわけですか。でも2匹目以降は、こううまくはいかないでしょう。お相手ももうこちらの戦術は理解しただろうからね。きっと対策ができるポケモンが出てくるはず、そこをどう対応するかが見どころだね。ちょっと俺、思いついちゃったことがあるんだが。うん？どうしたの？その、2番手以降がどうこうの話なんだが。
どうをこのまま倒さず放置して、TOB に持ち込んだ方が確実じゃない？もしかしてサイコパスだったりする？いやだって、相手の回復手段の自己再生は、挑発でいつでも封じれるし、悪あがきで体力を削ってもらうこともできる。対してこちらは、眠るを使えば一瞬で全回復。体力の割合で負けることはないから、TOB 狙いが絶対確実だろ。それはそうなんだけどさ、両親の呵責とか、そういうのはないわけ？当然俺だって、そこまで人の心がないわけじゃない。お相手の方には謝意を込めて、きっちり土下座させていただくことにするぜ。うぶ主が、久しぶりに見たな、この素材。ということで最終的には、TOB を待たずしてお相手の持ち時間がなくなった。これで俺たちの勝ちだな。初っ端から時間切れ勝ちとか、まさに害悪極まれりって感じだね。でも次のバトルではもうちょっと、TOB とかじゃなくてまともなバトルを見せてよ。このままじゃ EV の日の直前に出す動画として、認めないんだからね。はいはいわかったよ。それじゃあ2戦目も、引き続きよろしくお願いするぜ。ということで2戦目、対戦よろしくお願いするぜ。そういえば今回の方って、以前剣盾でやった方と似てるよね。技構成も確か、ほとんど同じだったような気が。ふむ、まあ間違ってはいない。黒い眼差しのバインドから、BP を枯らして TOB 狙い。という流れ自体は共通している。変わった点としては、やはり恨みの存在だな。恨みの追加によって、相手の攻撃技の PP をいち早く削れるようになったことかな？確かにさっきのバトルでも、自身を食らったのは合計に3回だったはず。急所の飛行回数も減らせるし、確かに強化要素になっているかも。まあそういった観点ももちろんあるんだが、一番大きいのは、はめれる対象が耐久系のキャラだけじゃなくなった、という点だな。恨みをうまく使えば、相手がアタッカーだろうと、悪あがきまで持っていくことが可能になるんだ。ほう、アタッカーまで？それはちょっと気になるね。どうやってはめるつもりだろう。具体的な方法は、このバトルで見せていくぞ。今回のお相手は羽ばたく神やウーラオス、バサギリと、本来俺が苦手な相手が多いが、ここはあえて選出していく、うまくいけば返り討ちにもできるからな。先発は、バサギリが来ると呼んでのシャワーズ。後続にウーラオス対策のリーフィアを添えて、対戦よろしくお願いします。むむ、お相手の先発はクレックか。これだったら、俺が先発でもよかったかもな。今回のブラッキーの方は、耐久型以外にもサポート型も狙い目だもんね。今で言うと有名どころは、アローラ球根とか？アローラ球根も確かに、狙い目の一つではあるが、そいつはアンコールを覚えるから、あまり有利とは言えないな。また技構成を補助技で埋めてるので、当然挑発持ちも苦手だ。俺はその辺の有利不利がはっきりしているから、相手選びには注意だな。でもクレッピはその辺の技も覚えないし、出していっていいんじゃない？そうだな、ここは早速交代していく。クレッピの特性はいたずら心、変化技を必ず先制で受ける強力な特性。だがしかしそれも、この俺にかかれば。いたずら心によって放たれる変化技は、悪タイプには無効になるしよう。これで電磁波を無効にできたね。この俺にいたずらしようなど、貴様には千年早い。ついこないだだって、ハロウィンのいたずらを全てかわしきったからな。お菓子くらいあげなよ、リーフィアかわいそうじゃん。ということで早速、クレッピに黒い眼差しを入れていく。交代してくるかとも思ったが、居座ってきたな。これで仮想敵の一つである、サポート型のポケモンをロック。また攻撃技の PP を削って、悪あがきまで持っていくことができそうだね。そうだな。ここもうまくやれば一戦目みたいに、TOB で勝つこともできる。二戦とも同じ展開を見せるつもり？すいませんでした。まあというのは冗談で、クレッピは瞑想やドレインキスを持つ方もいるからな、とっとと倒す方が都合がいい。悪あがきの反動で倒すのが賢明だな。幸い今回は、イカ様ワンウェポンの方だったようで、イカ様の PP を恨みで削って、悪あがき4回でノックアウト。先発をほとんど何もさせずに倒せたのは大きいね。もちろん体力の方は、クレッピが倒れる瞬間に眠るで回復。カゴの実で眠りも治るから、万全の状態で2番手と対峙できるぜ。我ながら完璧な戦術、完璧な流れ。これには全国1121億人のブイズファンも驚いただろう。EV の日よりもこの俺様、ブラッキーの日が2名になる日も近い。この動画の真の目的はそれか。一応聞いといてあげるけど、ブラッキーの日っていつなの？2月なのか、今から2ヶ月半後だな。皆の者、我に見つぐ準備を今のうちから始めるがよい。え？ブイズの人近すぎて、一緒にされそうなタイミングだね。だからこうして事前にアピールしてるんだろうが。そんな話はともかく、お相手2番手は羽ばたく神だな。当然のごとく相性不利な相手だけど、返り討ちにできるって話だったっけ？どうやって戦うつもりなの？それはもちろん、テラスタルだ。タイプを変えて相性を逆転すれば、一気に有利対面に早変わり。しかも黒い眼差しで逃げることは許さない。また有利対面で PP 枯らしをできるようになるのだ。うん？これまでの方では、アタッカー相手に PP 枯らしは厳しかった。大抵10か20はある攻撃技の PP を全て消費させるのは現実的ではないからな。ただし攻撃を受けつつ恨みを使えば、5、6回で PP が切れる。恨みのおかげで、アタッカーの PP 枯らしも可能となったぜ。早速テラスタルしつつ、黒い眼差しを入れていくぞ。ブラッキーさん、何か大切なことを忘れてます。行くぞ。テラスタル。ラッキー。
さあ、ニッキフェアリー羽ばたく神よ。悪を司る聖人は、毒をも関することであやかしへの大勢を得た。もう貴様にやられる俺ではない。さあ、我が眼差しに恐れおののくがい。あれ？ブラッキーさん。黒い眼差しや、炎の渦あたりのバインド技は、ゴーストタイプに効きませんよ。何やってるんだ、グズマ。グズマ関係ないでしょ。落ち着けブラッキー、こういう時は素数を数えるんだ。1本2本3本それは素数だろうが、一人乗りツッコミしてる場合か。というかブラッキー、前回の黒い眼差し動画でも同じミスしてたよね。なんで同じミスを繰り返すの。学習能力ゼロか。グーの根も出なくてリピが入る。怪しとる場合か。だだだ大丈夫だ、まだなんとかなる。羽ばたく神のシャドボのダメージが50くらいだったから、眠りを使えばまだ耐えれる。そこから恨みでシャドボの PP を削っていけば交代されるに決まってるよね。そして交代先は炎オーガボン。対してこちらは眠って後にターン動けないブラッキー。安心したまえ、俺は一人で戦っているわけではない。頼れるブイズの仲間たちがいる。だから今回もオーガボンに対抗できるブースターあたりのブイズを連れてきてるはず。そうだ、きっとそうに決まる。一応言っておくけど、テラスタンが残ってれば私たちで逆転もできたんだからね。誠に申し訳ございませんでした。ということで今回は、圧倒的プレミにより敗北。黒い眼差しプラス恨みブラッキー、刺さる相手にはめちゃくちゃ刺さるんだけど、苦手な相手には本当に何もできない、尖った性能なんだよね。まあ普通の方に飽きてきた時に、たまに使うくらいであれば、楽しいんじゃないかな。良ければ皆さんも、一度くらいは使ってみてあげてね。ということで、今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。ほら、帰るよブラッキー。ん？まったく、今回は調子に乗りすぎ。次から気をつけるんだよ。反省文は原稿用紙1000枚ね。え？